様、こちらです。救世主様、お話できて光栄です。あのウルヴァン殿のザレ事にはさぞ辟易されたことでしょう。あの程度可愛いもんだよ。お前に難癖つけてたみたいだな。カージャが恋にブリッスルバッグを恐れの谷に放ったなんて言いがかりです。まったく馬鹿げてますよ。ああして騒ぎ続ければ忌々しい利権協定を支持する輩も増えましょう。ブリッスルバッグはどうやって谷に入ったんだ。知る者はおりません。最初に目撃報告があったのは石切り場の西。突然羽が生えたのでもない限り山を越えて来られるはずもございません。他に入り口は。入り口は照度の光のみです。あのこの件で真実を明かしてくださった暁にはしかとお礼させていただきましょう。あやつを黙らせてください。利権協定は一体どんな内容なんだ。恐れの谷の一部の所有権をオセラム族に譲渡するよう要求しているのです。しかも資源を生み出せる場所のみを譲れと。そうすれば奴が利益を得られるのか。まさしく。オセラムの管理下に置けばウルヴァンドは様々な事業に投資できるようになりますからね。協定なしでは投資できないのか。ええ、三王国が彼らの利用権を無効にできますからね。ですから協定の締結が重要なのですよ。馬鹿げていたとしてもブリッスルバックの出現をカージャのせいにすれば奴には好都合。カージャに罪をなすりつけることでなぜウルヴァンドが有利になる。ご覧なさい、王国の一部であったとしてもチェーンスクレープは装置だとかサビだらけでビールもまずい。オセラムの労働者を従わせるためにカージャがブリッスルバックを放ったという噂が広まれば、とにかくここの民は誰一人として教皇の残虐行為を忘れておりませぬ。たとえ労働が再開したとしてもウルヴァンドはカージャに対する不満を煽り労働放棄を呼びかけるでしょう。協定を締結しなければ働かないと言われたら締結せざるを得ないか。いかにも。しかし照度の光の再建は続けねば。なぜお前はここに来たんだ。実は自ら配属を申し入れたのです。三王に代わり恐れの谷全域を見守るため。この私謎には身に余る光栄です。ウルヴァンドのように出まかせを言う奴がいなければ仕事も楽になるんだろうな。追い払う謎夢のまた夢。私よりも前から居ついてチェーンスクレープの創始者ぶっておりますからね。あの男に我慢するより他ない。石切り場の西でブリスルバッグが見つかったって。ええ、怯え切った労働者の話だと大地が震え出し、次の瞬間群れがものすごい勢いで丘を下ってきたとか。彼も命からがら逃げてきたそうです。そこから調べてみるか。真実が分かれば太陽の下ウルヴァンドが我らカージャを避難することもなくなり、照度の光の再建にようやく専念する気になるかもしれませぬな。ブリッスルバックは石切り場の西で目撃されたと言っていたな。念のため谷の奥も調べておこう。
滝のそばにブリスルバックの死骸調べてみよう。落下した衝撃で死んだのか、崖の上から落ちてきたのかも。このまま先に進んでみるか。古い鉱山、あたりの木々が折れて群れになぎ倒されたみたいだ。ブリスルバックはここから来たのか。でもどうやって、まさか谷の外に続いているのか。古い線路が崩れている。それも最近だ。あっちには行けないか。下にブリスルバックの死骸、きっと線路が崩れてしまったんだろう。ブリスルバックは確かにいたんだ。ブリスルバックだ。ここに閉じ込められたのか。あいつらを倒さないと調べられないな。それじゃあ煙の原因を調べてみるか。煙が充満してる。鉱山はかなり深いみたいだな。
とんでもない量のブレイズだ。これだけのブレイズがあれば山を吹き飛ばせる。誰に手紙が添えてあるの？ウルバンド宛ての手紙だ。この鉱山は閉山予定だったのか。ウルバンドが欲を出して山の奥まで掘り続けたってことか。ダバードに報告しに行こう。ウルバンドは密かに鉱山をバックし続け、資源を掘り尽くそうとしたのか。そこにブリスルバックが現れた。爆破で入り口が開いたのかも。でもどこから？救世主様、良い知らせですかな。石切り場に機械の痕跡があったが、谷の奥にある鉱山から飛び出したみたいだ。鉱山？一体なぜそんな場所からブリッスルバックの群れが？それはわからない。だがウルバンドの雇い人が爆弾を使ってトンネルを掘っていた。まったく、なんという。私があれほど危険だと忠告したのに。地下のトンネルは恐れの谷のさらに先まで延々と続いている。いや、まさか。爆発で山の向こうに穴が開いたのかもな。なるほど。ええ、きっとそうです。それが誠なら、ぜひ確かめなければ。救世主様の丹念な調査で動かぬ証拠を示していただければ必ずや。わかった。行ってくるよ。もう行くよ。さようで。ブリスルバックがどこから来たか知るには道に行く必要がある。やはり階段を開かないとな。フィールドウィングで行けそうだ。何かの前哨基地だ。檻もある。レガーラが機械を囲っているところかも。どうやって中に入るかな。一帯をスキャンして敵を把握するか、逆賊や機械をタグ付けすれば動きを追いやすくなる。よし、入れた。敵を片付けてからじゃないと調べられない。ああ、な
なんで俺が機械の子守役なんだよ。俺だって戦いたいってのに。見張り役は必要だろ。これ以上失ったらレガーラに殺されるぞ。俺たちのせいじゃない。突然地面に穴が開いたんだ。レガーラにそう言ってみろよ。雷の矢玉が効くはずだ。聞こえたぞ。もう引き上げるぞ。くまなく調べろとの命令だ。洞窟を調べよう。跳ね橋か。これで渡れるかも。橋の半分は降りたけど、反対側はどうやって下ろすんだ。見たところ、ロープが結ばれている箇所を打てば跳ね橋を下ろせそうだ。よし、橋が降りた。ブリスルバックだ。トンネルの中に落ちたのか。逆
速がブリッスルバックをここに。トンネルに落ちた機械が先に進み、さらなる崩落を招いた。ウルバンドの爆破で穴が開いたんだとしたら、チェーンスクレープにいるジャバードに知らせよう。西から戻られたのですね。良い知らせで。山の向こう側にある逆賊の檻にブリッスルバックが囲われていた。ウルバンドの爆発で地面に穴が開き、機械がトンネルに落ち、トンネルを進んだ機械が鉱山から恐れの谷に出たと。そう、逆賊とウルバンドのせいでブリッスルバックが現れたということだ。太陽よ、心より感謝いたします。やつめずっと我らに罪をなすりつけて。ウルバンドを呼べ。ペトラも同様だ。ウルバンドだ。人の酔っ払いの下手扱いしようって。協定締結の件でなければ。なんだ、なぜその女がいる。私もここの住人だから。で、何事なの。救世主様のおかげでブリッスルバックの真実が日の元に照らし出された。逆賊が機械を囲っていた檻が発見されたのだ。山の反対側にな。その檻の地面に穴が開き、機械が恐れの谷めがけ、東へと続く地下トンネルに解き放たれた。ってことは事故だったのだな。だが忘れるな、そもそもカージャこそが。それだけではない。その穴は貴殿が無断で爆破した南の鉱山が原因で開いたのだ、ウルバンド。つまり貴殿こそ機械の暴走と労働者の死、ブリッスルバックによる破壊を引き起こした張本人ということになるな。実生官殿、太陽に当たりすぎて気でも触れたかな。相談もせずにわしが命令を下すなどありえん。動かぬ証拠もあるのですぞ。アーロイ殿が鉱山で罪に目録を見つけました。ウルバンドよ、わずかなシャードのために三王国の法をかいくぐろうとは。それに作業員まで生き埋め寸前にして、しかもそこの腰巾着使って難民たちを脅かしていたらしいじゃないの。公式の調査を要求する。カージャの陰謀の餌食になってたまるものか。ええ、もちろん。すべてつまびらかに調査いたしましょう。ブリッスルバックに鉱山、難民たち、貴殿が関わったありとあらゆる案件を洗いざらいね。何もそこまでする必要はないだろう。わしがクレイムに戻れば済む話か。そうしていただけると無駄が省けますな。そうだろう。やりかけの仕事を片付けたらすぐにでもクレイムに向かうとしよう。ただこうも大きな変化にはチェーンスクレープの住人たちも。いや、今すぐ行け。チェーンスクレープなら平気だ。この女にこの焦げついたゴミ溜めが仕切れるものか。ふん。静かに頑張りな。出て行け、出て行け。お前なんか消えちまえ。ウルバンドを追い出せ。君だな。どうだと言ってくれ。土の味はどう、ウルバン。太陽が影を焼き払ってくだすった。うん、感謝いたしますぞ、アーロイ殿。当然の報いさ。さあ、感謝の印にこれをお受け取りください。あなたは三王国と私の平穏に報いてくだすった。今後についてぜひあなたとお話を。
仕方ないわね。正直ちょっと荷が重いけど引き受けるわ。本当あんたのおかげね。よし、ペトラが仕切ればここも安泰だろうな。